芸能界きっての美男美女夫婦は、周囲のセレブたちを全く気にすることなく、堂々と買い物を楽しんでいた。5月下旬の夕方4時半、都内の高級スパーで、V6 森田剛、41、と、女、U、宮沢りえ、47、の姿をキャッチした。スーパーの前に、事務所の送迎車が停まると、まず運転手が外へ。スライドドアが開き、森田と宮沢が降りてきた。約20分後、買い物を終えた2人が、仲良く洗い合いながら、スーパーから出てきた。食料品などを買い込んだのだろう。森田はパンパンに詰まったエコバッグを肩にかけ、宮沢はそんな夫の腕にそっと手を添えている。二人が乗り込んだ車は寄り道することもなく、まっすぐ自宅マンションへと帰っていった。16年8月の舞台での初共演をきっかけに交際が始まり、18年3月に結婚を発表。超人気アイドルと大物女ユーにもかかわらず、二人は結婚前から堂々と交際を続けてきた。銀座、箱根、沖縄、ゴルフ場、本市も様々な場所でデートする姿を目撃してきたが、結婚3年目を迎えた今もラブラブぶりは全く変わっていないようだ。宮沢さんは森田さんについて、有心人と言っている。それは自分にだけでなく、現在11歳の娘さんにとっても同じようです。交際中から3人で何度も食事に行っていましたが、娘さんが森田さんにとても懐いていたことが結婚に踏み切った大きな理由になったと聞きます。宮沢さんは自身が CM キャラクターを務める資生堂の特設サイトで家にいられることが何よりのリラックスではありますと綴っていますが、そのこと用通り家族3人で充実した時間を過ごしているようです。宮沢の事務所関係者。今や芸能界きってのおしどり夫婦となった2人なら、どんな困難も支え合わせて乗り越えられるだろう。